1. 開始トゥルビネ・ポツダムは、ドイツのブランデンブルク州ポツダムを本拠地とする女子、サッカークラブである。2009から10年度は、女子分レスリーが一部所属。東ドイツ時代の1955年設立された、スポーツクラブ、BSG トゥルビネ・ポツダムが前身である。当初は、男子チームのみが存在したが、あまり高いレベルのチームではなかった。1970年ぐれ、 ポツダム運営母体であるエネルギー供給者の社員だったベルントシュレーダーが社内黒板に次の内容の文書が掲示されているのを発見した1971年3月3日に女子サッカーチームを設立予定。誰がこの文書を作成し掲示したのかは未だに明らかになってはいない。文書に記された通り、同年5月25日初めての試合に臨んだポツダムは 三から零で勝利を収める。一年後は地域の大会でチャンピオンとなった。その後シュレーダーは上級職に昇進し、新加入選手の仕事面などで便宜を図ることができるようになった。所属クラブで競技を続けられなくなった元陸上選手たちに着目し、サッカーへの転向を進めたりしていたという。1970ポツダムは大会で 優勝の本命と目されたが、決勝トーナメントで敗れてしまう。翌1980年度大会でも、決勝トーナメントを勝ち上がることはできなかった。1981年、大会に臨むにあたり、シュレーダーと選手たちは、バルト解禁校にて、トレーニング。予選の段階では、プレッシャーの影響もあってか苦しい試合が続いたが、決勝トーナメントでは、無敗のまま優勝。 選手一人一人に各5 0マルクの報奨金が支給され、シュレーダーは社会主義活動家として表彰を受けた。続く1982年、1983年と電波を重ねた。同時にクラブの知名度が国外でも上がり、オランダやイタリアの大会から招待されるようになった。しかし、資本主義国への出国を BSG が禁止していたため、 クラブは招待を受けることができなかった。また、共産主義国で開催された大会でも、もし資本主義国のクラブが出場している場合は、大会への参加許可が下りなかった。そのため、ハンガリーで開催された大会に出場する際、シュレーダーは主催者に参加予定チームの変更を要請した。主催者は、オーストリアとユーゴスラビアのクラブを外し、 ブルガリアとチェコスロバキアのクラブを出場させた。シュレーダーと選手たちはドイツ社会主義統一等の党員が同行する形でハンガリーに入国した。大会への出場はできたものの、シュレーダーは1年間 BSG より海外大会への参加禁止処分を受けた。処分解除後、ポツダムはポーランドで開催された大会に招待されることになった。 この時もシュレーダーは参加予定チームの変更要請を行っている。遠征時にはまたもやドイツ社会主義統一等の党員が同行した。党員は主催者であるポーランドのクラブに西ヨーロッパ側のクラブを参加させずに帰国させるよう強制した。妥協案として主催者クラブとの親善試合が行われた。帰国後 BSG から追って通知があるまで、 無期限の海外遠征を禁止する処分が下される。1989年、ポツダムは6回目にして最後の BSG 女子サッカー大会のチャンピオンとなった。しかしそれはクラブの最初の黄金期の終演前の最後の輝きでもあった。選手たちが相次いで引退し、またベルリンの壁崩壊に伴う社会体制の激変の中で運営母体のエネルギー供給者が 経営難に陥った。1990年、クラブは SSV トルビネポツダムとなって再スタートを切る。屋内での大会に出場し、旧西ドイツのチームと試合をした。これが SSV となってからの初試合である。この頃旧東ドイツの男子選手たちは、次々と旧西ドイツ側のクラブへと流出していった。対して女子選手は、その大半はそのまま留まったという。 1991年、ポツダムはシーズンを終えたが3位の成績に終わり、ブンデスリーガへの参入権を得ることができなかった。ポツダムは2部に当たるオベルリーガノルドストで優勝したものの、ブンデスリーガへの参入決定プレイオフで敗退してしまった。1992年、シュレーダーは21年間務めた監督職を退き、クラブのマネージャーに就任した。 クラブの財政難は深刻で、アウェー遠征の費用の区面すら危ぶまれるほどであった。多くの選手たちも職を失った。ペーター・ラウナッハが、シュレーダーの後を引き継ぎ、監督に就任したが、クラブでは成功を収めることができず、1年でフランク・ランゲに交代した。ランゲ監督はクラブを優勝へと導いた。バッテンシャイト・レイキューとの試合で3から2で勝利を収め、 ついにポツダムはブンデスリーガーへの参入権を得ることができた。ブンデスリーガーでの参入初年度の成績は散々であった。ホームでルメルン・カルデンハウゼン相手に0から11のスコアで惨敗したのを皮切りにチームは試合ごとに敗北を積み重ねることになってしまった。1994年の暮れポツダムは VFB ライネと試合を行うこととなった。この時シュレーダーは 来年のマネージャーであるアルフレート・ベルナーに、この試合で、ポツダムが負けたら、ランゲを解任すると話した。ポツダムは、来年戦に敗退したが、記者会見では何も起こらなかった。シュレーダーは、ランゲと二人きりで、クラブの状況について話し合いたかったが、その希望は叶なわなかった。ジャーナリストや選手たちが二人を取り囲んだのだ。結局、シュレーダーは逃げられなくなり、ランゲを解任した。 かつてポツダムでプレーしたザビーネ・ネザイデルがコーチとしてクラブに戻ってきた。ウィンターブレーク期間に3人のロシア人選手も獲得した。残留争いに苦しめながら、その年度は北ブロックで6位の成績を収めた。クラブは西ベルリン出身のローター・ミューラーを新監督に迎えた。テニスボルシア・ベルリンの選手をはじめ、西ベルリン出身の選手たちもクラブに加入した。 このため守備面では改善が見られるようになったものの1994から95年度も6位でシーズンを終えた1996から97年度は複数の地域別ブロックに分かれてのブンデスリーが開催の最終年度となった翌年度から各ブロックを統合し全国一リーグ化することが決定新リーグにストレートに参加するためには 各ディビジョンで上位4位以内に入らなければならなかった。激しい成績の上下を繰り返した末、ポツダムは5位でリーグ戦を終えたものの、参入決定プレイオフを勝ち抜き、翌年度のブンデスリーが参入決定、同年度開催の女子、DFB ポカールでは、クラブ史上初のベスト4にまで進出したが、準決勝でアイントラハトライネに2から3で敗退し、タイトル獲得はならなかった。 シーズン終了後、クラブはエカルト・デュビーガーが翌年度からの新監督となると発表した。デュビーガーはクラブ初のプロ契約の監督である。アリアーネ・ヒングストは2000年より7年間首相を務めたポツダムはヘルタ・ツェーレンドルフからアリアーネ・ヒングストを獲得した。しかし、ヒングストがチームメイトと距離を置き続けたため、彼女がチームに溶け込むのは容易ではなかった。 彼女は実はドイツの東側には行きたくなかったのだ。クラブのメインスポンサーが破産して、クラブの状況は変わり、デュビー側に給料を払えなくなってしまった。そのためデュビー側は監督を辞任し、シュレーダーが再び監督に就任した。またコニー・ポーラーズが1997から98年度のシーズン中にトゥース・ニーデル・キルヒエンから加入し、 ポツダムはそのシーズンを6位の成績で終えた。1999年3月12日、SSV トゥルビネ・ポツダム女子チームは独立して新規チームを結成することとなった。4月1日、現行の1、開会 C トゥルビネ・ポツダムが設立された。1998から99年度のその年のシーズン成績は4位であった。シーズン中、 同年度のリーグ優勝チームである1、開会 C フランクフルトとの伝説に残る対決があった。前半4から0でフランクフルトがリードしていたところ、後半でポツダムが巻き返し4点を取って引き分けに持ち込んだのだ。現在ブンデスリーが名物となっているフランクフルトとポツダムとのライバル関係の始まりともなる試合だった。またポツダムは同年度の女子、 DFB ポカールで2度目となる準決勝進出を果たしたが、デュースブルクに2カラレーで敗れた。20世紀最後のシーズンとなった1999から2000年度は4位でシーズンを終える。2000から1年度よりアリアーネ・ヒングストがチームの首相に指名された。彼女は2007年にクラブを退団するまで首相を務めることとなる。 シュレーダーはリスクを払ってこの決定を下したヒングストにクラブにおいてより多くの責任を担ってほしいと望んでいたからだ。15歳でポツダムのユースチームに加入しユースの大会でバイエル・ミューンヘンから7-1のスコアで勝利した時のメンバーだったフィオラ・オデブレヒトが同年度からレギュラーを獲得した。2000から1年度シーズンが終了した時ポツダムはリーグ2位となった。 三度目の女子、DFB ポカール準決勝にも臨んだが、FFC、フレシャイムヒーレン相手に、PK 戦で敗れてしまい、またも、決勝進出を逃してしまった。2001から2年度、ドイツ代表でもあるナディネ・アンゲラーが加入した。コニー・ポーラーズは27ゴールを挙げ、クラブ初のリーグ得点王となった。女子、DFB ポカールでポツダムは四度目となる。 準決勝進出を果たした。ところが今大会でも決勝進出は叶わなかった。ハンブルガー SV 相手に3から2のスコアで敗れてしまったのだ。ポツダムは補強に乗り出した。ペトラ・ビンベルスキ、ナフィーナ・オミラでアーニャ・ミッタークラがシーズンオフに加入した。当時レギュオナルリーが来た所属のハンブルガー SV に敗れたことは衝撃であったが、幸いにもこの年度、 リーグ戦での成績は良く、ポツダムは優勝争いに加わっていた。2002年6月16日、シーズン最終節の日、1回開始フランクフルトが、ホームスタジアムのカールリープクネヒトスタディオンに乗り込んで、来た。フランクフルトはこの年度の女子、DFB ポカールで優勝、さらにリーグ優勝もかかっていた。7900人もの観客が見守る中、 試合は行われた。この試合はテレビで生中継もされた。89分、ペトラ・ビンベルスキが得点を挙げ、観客は歓喜した。しかし、腹心が旗を掲げていたオフサイドの判定。ポツダムは、自らのホームスタジアムで、フランクフルトに優勝される屈辱を味わった。2003年、ナディネ・アンゲラー、フィオラ・オデブレヒト、アリアーネ・ヒングスト、そして、 コニーポーラーズの4人がドイツ代表に選出されアメリカで開催された2003フィファ女子ワールドカップに出場。彼女たちは優勝を手土産に戻ってきた。女子 DFB ポカールでの苦しみは続いた。2002から3年度の同大会ではハンブルガー SV と1回戦で対戦してる A から2のスコアで敗退またもに栄を飲まされることとなった。 2003から4年度大会、ポツダムは、初戦のアレマニアアルトデベルン戦を14から0で、勝利、2回戦で、ハンブルガーと対戦した。ポツダムはハンブルガーに先制点を挙げられ、0から1で、リードされたまま試合終了の時が近づいてきた。その時、フィオラ・オデブレヒトが放ったシュートがそのまま、ハンブルガー側のゴールマウスに、同点に追いつき、試合は延長戦に突入した。 イェニファー・ツイーツが延長戦で決めたゴールにより、ポツダムはようやくハンブルガーに勝利することができた。ポツダムは準々決勝の SC07 バット、ノイ・エナールとの試合を3から0で勝利。鬼門の準決勝、FFC、ブラウバイラー・プルハイムとの試合も3から0で勝利して、クラブ史上初となる決勝戦に進出した。対戦相手は、ポツダム最大のライバル、1回開始フランクフルト。 約3万人の観客が見守る中、キックオフの笛が吹かれた。試合は、終始ポツダムが試合を支配する展開となり、ポーラーズ、ツイーツ、ミッタークのゴールで3から0で勝利、ポツダムは初の女子 DFB ポカール優勝を決めた。またその年のウィンターブレイク期間には、女子 DFB ハレンポカールでもチャンピオンとなった。一方リーグでは、 勝利から勝利を渡り歩く状態だった。FCR2001 リュースブルクに3から1で勝利したポツダムは最終節を前にした時期1回開始フランクフルトに勝ち点で1上回っていた。ポツダムとフランクフルトとの直接対決は優勝チームがこれで決まるという大一番の試合となった。4800人もの観客が見守る中、 ポツダムは7-2の,のスコアでフランクフルトを下し、東西ドイツが統合されて、以来、旧東ドイツのクラブとして、初のブンデスリーがチャンピオンとなった。これに伴い、ポツダムは UEFA 女子カップへの出場権も得る。UEFA 女子カップにおいてもポツダムは、快進撃を続け、初出場ながら、決勝戦へと駒を進めた。決勝戦での相手は、 スウェーデン・ダームアル・スベンスカンから参戦した、ユール・ゴルデン・アルブシェ。第1戦は、ストックホルム・オリンピア・スタディオンで行われ、2から0でポツダムが勝利。ホームで開催された第2戦も、早い時間帯に、コニー・ポーラーズとペトラ・ビンベルスキがゴールを決めていた、こともあり、3から1で勝利した。2試合の結果、合計点5から1でポツダムが優勝。 クラブ創立以来最大の栄誉を得ることとなった。またこの試合でホームゲームにおける最多観客動員となる8700人がスタジアムに詰めかけた。ポツダムは女子 DFB ポカール、女子 DFB ハレンポカールでも優勝を決めたもののリーグ戦では第3位に終わってしまった。2005から6年度のリーグは1回開始フランクフルトが長く、 首位にあったが、SC、フライブルク戦で敗れてからポツダムが変わって首位に踊り出た。フランクフルト戦での6-2での勝利などの末、ポツダムはリーグに連覇を達成。ポーラーズもシーズン中36得点を挙げ、2度目となる得点王に輝いた。女子、DFB ポカール決勝戦でもフランクフルトと対戦し、2から0で勝利して3連覇を達成したが、 UEFA 女子カップ決勝戦では逆にフランクフルトに優勝を譲ることとなった。2006から7年度、シーズン終了後、ペトラ・ビンベルスキーが退団してフランクフルトへ移籍。入れ替わりにフィンランド代表のエッシーサイニオが加入した。ビンベルスキーの退団は昨年度まで栄誉の中にあったポツダムの転落の序章となった。2006年10月22日に行われた。 女子、DFB ポカールの2回戦。シードによりポツダムは2回戦からの参戦となったが、デュースブルク相手に2から3で敗北。前年度チャンピオンでありながら、初戦敗退の浮き目にあった。さらに、追い打ちをかけるように、翌2007年の3月、首相を務めてきたアリアーネ・ヒングストが、スウェーデンのユール・ゴルデンに移籍。さらにナフィーナ・ナオミラデと、コニー・ポーラーズが、 今シーズン終了後、契約を更新しない旨が発表され、シュレーダーはファンからの批判の的にさらされた。シュレーダーは対談予定の選手たちをベンチに下げ、代わりに若い選手を起用することにした。白羽の矢が立ったのは、18歳のバベット・ペーターと16歳のビアンカ・シュミットであった。この災害は当たり、ポツダムは終盤の13試合を無敗のまま通し、 シーズン終了後には3位に食い込んだ。しかし1、回回 C フランクフルトと FCR2001、デュースブルクの優勝争いからは大きく引き離された。翌2007から8年度もポツダムはリーグを3位の成績で終えたものの、勝ち点フランクフルトの54、デュースブルクの53から大きく引き離されていた。2008から9年度開幕前に、ポツダムは、 ノルウェー代表のストライカー、レニラーセンイコールカウリンを迎えた。また2005年に渡米して、以来、複数のチームでプレーしていたフィオラオデブレヒトがチームに戻ってきた。この年のポツダムは、1、回シーフランクフルトに負傷者や引退選手が多発したことで調子を崩している間に、バイエルン・ミュンヘンや FCR2001 デュースブルクと、熾烈な優勝争いを演じた末、 3年ぶりにリーグチャンピオンの座に就いた。特にバイエルン・ミューンヘンとは勝ち点数54で同数、得失点差もポツダム48、バイエルン47という1ポイント差を争う激闘であった。女子 DFB ポカールでは決勝戦まで進出したものの UEFA 女子カップで優勝し勢いに乗っていたデュースブルク相手に0から7のスコアで敗北するという 失態を演じている。2009から10年度は、バイエルン、デュースブルクともども、第1回の UEFA 女子、チャンピオンズリーグに出場し、前身の UEFA 女子カップを含めて2度目の優勝を果たした。カールリープクネヒトスタディオンホームスタジアムのカールリープクネヒトスタディオンは、バーベルスベルクが所在地であり、男子のレギオナルリーが北ブロック所属チーム。 SV バーベルスベルクレーザンと共有している。2009から10年度トップチーム詳細はカテゴリー1カイカイシートルビネポツダムの選手を参照。ありがとうございます。